どうも新横山ゆうきでございます。2024年10月12日土曜日は怪談イベントが熱い。それでは本日も開会ライフをお楽しみあれ。2024年10月12日土曜日に開催される怪談イベントを2つ紹介。まずはあやかし館高円寺の会。エスタを中心とした今勢いのある怪談の語り手たちが高円寺に集まる。出演者はまるで特攻トラックのような活躍が止まらない。エスタ、ベストセラー幽霊インタビュー完全版著者であり、話題のオンライン怪談バトル怪談レボリューション主催者水沢貴博。音楽活動や怪談語りなどその表現力の高さで魅力と魔力の輝きを放つ田中佳代。怪談イベントでは MC を務めることが多い私が、高円寺では怪談の語り手として舞台に立つ。新横山ゆうき、お笑い芸人の話芸が怪談に恐怖を加速させる。世界事情、安倍、幼い頃から自らの不思議体験が満載。一体どんな怪談が聞けるのか。レイ一郎、このメンバーが高円寺で至極の怪談を披露する。 YouTube チャンネル安倍散歩 with 田中佳代の二人が揃うところも見どころ。私も今までにないスタイルで表現方法で怪談を語るので、ぜひぜひ足を運んでお楽しみください。あやかし館高円寺の会は2024年10月12日土曜日11時30分開場、12時開演。会場は高円寺ショーボート。チケット予約は各演者の DM まで。そしてエスタ、水沢貴博、田中佳代、新横山ゆうきは高円寺から池袋に向かう。続きまして、あやかし場袋の会にゃ、精力的に活動を続ける語り手たちの珍しいキャスティング。出演者は今最も注目されてるうちの一人、怪談最強戦ファイナリスト、蝶のように舞い蜂のように恐怖を突き刺す、ハオマリコ。真摯に取り組む姿勢と怪談活動が人の心を虜にする。声優やナレーションなどで培われた語りが恐怖を増幅させる、ありのヒーロー気。その正体は誰も知らない。全てが謎のベールに包まれている。恐怖の月光仮面、霊感レンタル親父。そして高円寺からの運命共同体、水沢貴博、田中佳代、エスター。 MC を私新横山ゆうきが務めさせていただきます。あやかし場袋の会にや、2024年10月12日土曜日17時30分開場、18時開演、21時終演。会場は池袋 WebG。 チケット予約はフライヤーの QR コードもしくはエスタの DM まで。10月12日土曜日は高円寺と池袋で激アツな怪談イベントを楽しめ。
高円寺と池袋のどちらかでも、どちらにでも、ぜひ高円寺と池袋のはしごをしてくれた運命共同体のお客さんには個人的に何かプレゼントをご用意しておきます。それでは会場でお会いしましょう。じゃあね、まったね、いい夢見てね。これを見ろみたいな。とてもとても僕そんなこと言えないから。このおじさんいっぱいいろんなおじさんにチューしてるスタンプ。この度プレイグラウンド TV で竹千代のオカルト捜査室という番組が始まります。番組では視聴者様からのオカルトに関する動画を募集しています。あなたの身の回りの、怪奇現象、怪異体験、さらには心霊スポットにパワースポット、どんな、場所の動画でも構いません。5分から10分の動画にして、ご投稿ください。なんと動画の採用者には番組特製のステッカーをプレゼントいたします。宛先はこちらまで、ギガファイル便で送ってくださいね。皆様からのご応募お待ちしています。待ってるぜ。待ってます。どしどし応募してね。